はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画は、結構リクエストもらってた、髪の巻き方です。で、最近日本のヘアアイロンに変えたので、この前1年ぐらい前に上げた動画とはちょっと異なるんですけど、紹介していきたいと思います。で、使ってるのはクレイツのカールプロ SR32 番です。まず最初に上の部分の髪の毛はクリップで留めてあります。で、真ん中の部分の髪の毛を全部外巻きにしていきます。前髪は全部外巻きです。だから1段目、2段目、3段目に分けるっていう感じですね。で、2段目の部分を今私たちは巻いてます。で、全部外巻きで巻いていきます。すごい角度になっちゃってて申し訳ないんですけど、まあ、いつもこういう感じでやっております。設定温度は140度ぐらいです。で、一番下の方の髪の毛を内巻きにしていきます。これ気分によって外巻きにするんですけど、私は内巻きの方がまあ綺麗に見えると思っているので内巻きにしています。まあ、気分で変えても大丈夫です。で、巻き終わったらの後ろの方にペッてやって熱を冷ましておきます。で、終わったら上のクリップを取って、上の部分をまた外巻きで、またこっちの方は細かめに取って外巻きにしていきます。左側の部分はちょっと割愛してるんですけど、同じようにやっていってます。ちょっと早送りでお送りしますね。でできたら手口で解いて終わりです。はい、いかがだったでしょうか。また動画のリクエストとかあればぜひ下の方にしてみてください。それではまた次の動画で。